株式会社マクビープラネット CFO 千葉智弘さんにお話を伺います。まずは御社のこの事業内容から伺ってもいいですか？はい、当社の事業内容に関してはデータを活用したマーケティング分析サービスの提供を行っております。具体的には LTV ライフタイムバリューを重視したマーケティング支援というものを行っておりまして、よりもうちょっとブレイクダウンしてお話しさせていただくと、大きく分けて2つの事業を行っております。まず新規ユーザーの獲得の支援を行っていると同時に、既存ユーザーの解約防止というものを成果報酬で提供しております。我々が実現したいこととしまして、 LTV を予測して ROI の最適化を実現する、こちらを目指して事業展開を行っております。はい、LTV ライフタイムバリューですけれども、消費者が生涯をかけて企業にもたらす利益のことを指す、はい、言葉ですけれども、こちらに関してはなかなか予測できないと言われているんですが、当社はデータとあとはテクノロジーを駆使して LTV を予測して企業の ROI の最適化というものを実現しようと事業展開を行っております。なるほど。じゃあ私のデータを見たときに、この子だったら例えばこの商品を化粧品をどれぐらい買うみたいなことを予測されちゃうんですか？はい。怖い。そうですね。まあ、個々の、ユーザーさんというよりも、ユーザー群として、はい、属性ですね。属性で我々は予測をかけている。うん、はい。あとはその今まで結構売り切り型の広告っていうんですかね、成果報酬じゃない広告の方が多かったんですね、今までは。はい、それが成果報酬ちゃんとこう結びついたところに対してお金が発生するっていうのが御社のポリシーっていうことですか？はい、そうですね。当社の、はい、代表の小島がもともとマス向けの、広告支援というものを行っておりまして、知名度認知度は上がるけれども、お客さん、クライアント企業の売上利益に、つながらない、広告っていうのを非常によく見てきていて、でクライアント企業さんの中では倒産した会社さん、そんな会社さんも見てきた、そうなんですか、はい、というのがございまして、売上、お客さんの売上に直結するマーケティングというのを施行して成果報酬型で提供しております。なるほど。で御社は、アナリティクスコンサルティング事業とマーケティングテクノロジー事業、2つあるんですね。はい、それぞれちょっと伺ってもいいですか？はい、まずアナリティクスコンサルティング事業に関してなんですけれども、データを解析して構築した LTV 予測モデルというものを、使って新規のユーザー獲得というものを行っております。これはコンサルティングなんですか？はい、こちらは、当社の、従業員が、コンサルティングを行いながら LTV の最大化というのを目指す、コンサルティング事業となってます。はい、一方で MT 事業、はい、MT 事業に関しては、マーケティングテクノロジー事業というのが正式名称でして、はい、大きく分けて2つのサービスを行っております。1つ目はウェブ接客という領域、もう1つが解約防止、チャットボットというものでサービス展開を行っております。なるほど。じゃあ最初に新規獲得して、その後接客していただいて、はい、解約のところでもサポートするっていう一連の流れがあるってことなんですね。はい、でそれぞれ売上高を、売上の割合を拝見しますと、アナリティクスコンサルティング事業が8割ぐらいなので、こっちが多いんですね、今のところ売上高としては。そうですね、当社もともとアナリティクスコンサルティング事業の部分に強みを持っていて、そこで培った LTV の予測の能力を生かしてマーケティングテクノロジー事業に、を伸ばしてきているというところがあるので、まだまだマーケティングテクノロジー事業に関しては、売上利益の規模としては少ないですけれども、こちらに関して今後さらに力を入れていこうと思ってます。なるほど。で力を入れられる理由が、その売上総利益率が、はい、この MT 事業の方が 100% って、どう理解したらいいですか、これは。はい、はい、
マーケティングテクノロジー事業に関しましては、はい、当社が当社のプロダクトを活用してクライアント様にサービス提供するだけで、外注費が発生しないんですね。あ、費用がほとんどもう ゼロってことですよね。はい、はい、そうです。なので、粗利が 100% になる、そういう状況です。あ、そういう事業なんですね、はい、なのでここの割合をより増やしていきたいっていうのがまず一つの方針なんでしょうね、はい、そうです。わかりました。そして、まあ、御社の強みについてちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、強みはどんなところなんでしょうか。はい、当社の強みに関しては3つございます。1つ目が LTV の予測力、2つ目が、コンサルティング力、3つ目が LTV の向上力。向上力、はい、はい、LTV の予測力ですけれども、世の中にあるさまざまなマーケティングデータ実際に購買された時のデータ、これを紐付け掛け合わせることによって LTV の予測モデルというものを構築しております。具体的にマーケティングデータに関してはメディアのデータであったりとか行動のデータ、そして当社が独自で取得している解約のデータなんかを掛け合わせることによって LTV の予測モデルというのを構築しております。ここはこう日々変化というか日々精度が上がっていくようなイメージですか。あ、はい、おっしゃる通りです、はい、でこちらに関しては、精度が上がるというのもあるんですけども、季節の変化であったりとか晴れであったり晴れの日雨の日でも変わりますし、時間帯によっても LTV というものが結構変わってくるところがあるので、データの積み上げというのが非常に大事になってきます。なるほど、ね、はい、次はコンサルティング力ですね。はい、はい、そうですね、コンサルティング力に関してはデータを活用し LTV の高いユーザーさんというものを、コンサルティングしていく、これを成果報酬型で提供するというところが強みになっております。もう少し具体的にお話をさせていただくと、当社が保有している LTV の予測技術予測モデルというものを知見のない方々が予測をコンサルティングを行っていってもなかなかうまくマーケティングにつなげていくっていうのが結構難しいものでして、当社はこのノウハウっていうのも、社内で保有しております。なるほど、コンサルタントが中にいらっしゃるってことですか。はい、当社、今約50名ほど従業員がいるんですが、このうち30名近くがコンサルタントとなっております。続いて LTV の向上力ですかね。はい、そうですね、 LTV の向上力に関しては新規ユーザーの顧客転換率 CVQ を向上して既存ユーザーの解約率を低下することによって LTV を向上していくという、事業、強みになってます。まずは、登録した人が本当に顧客になるかってとこをまず一つ目されるということ、はい、それではこう御社が今いらっしゃるマーケットの市場環境を伺ってもいいですか。はい、当社が、位置する市場環境においては LTV の重要性というのが非常に叫ばれている状況にございます。これまで、物売りの時代と言われてきましたけれども、今後に関しては継続収益の、時代になってくると考えています。これまでその達成目標としては、単発の売り上げなので売れればいいっていう考え方が非常に強かったですけれども、どんどん、ライフタイムバリュー継続して使ってくれるということが非常に重要になってきます。じゃあお客様と一回限りのお付き合いではなくても末永くこうお付き合いしていくためにどうしたらいいのかっていうふうにマーケットが向かっていってるってことなんですか。はい、そうです。じゃあまさにこう御社のようなサービスがより必要になってくる時代になってくるんですね。そうですね、じゃあ直近発表されました通期決算について伺ってもよろしいですか。はい、2021年の4月期の決算につきましては売上は97億7900万円、営業利益に関しましては7億8500万円となりまして、昨対で見た場合に売上高は 1.5 倍、
営業利益に関しては2倍超の成長を達成しております。これを拝見しますと、まあ、コロナ禍でむしろ伸びたっていうふうな認識でよろしいんですかね。はい、そうですね、コロナ自体が追い風になっているというよりも、コロナによって、マーケティング LTV の重要性というのが非常に注目を浴びていて、それが追い風になっている、そんな状況です。実際ね、株価もすごく好感されてますので、皆さん投資家の期待がすごく高いのかなというふうに見ています。そうですね、我々もこの株価はちょっと驚いているところはありますけれども、ただ我々としては業績をしっかり作りながら、サービスの開発でサービスの拡大というのを考えております。来期の予想もね、売上120億、営業利益10億っていうふうになっているので、一段と伸びるなというふうに見てるんですけども。そうですね、我々としましては、はい、これまでの成長速度をあまり下げないように、売上も利益も伸長させていきたいなと思っております。その、まあ、伸びるポイントってどこにあるんですか。はい、ここに関してはまず既存のアナリティクスコンサルティング事業に関しては、既存クライアントの LTV 向上に伴うアップセル、ああなるほど、はい、の部分と、それ以外に、新規クライアントの獲得、これはこれまでも、多くのナショナルクライアントさんの獲得、まあ、できてきていますけれども、マーケティング支援が必要なお客さんに、サービス提供を行うことによって、まあ、売り上げを伸長させていく、そんなことを考えています。なるほど、じゃあまだまだこう社数が伸びていきますし、既存のところの深掘りもされるということなので、はい、両方でこう利益が伸びていくってことなんですかね。あ、はい、そうです。わかりました。今回決算が非常に良かったと思うんですけれども、はい、良かった背景って何があったんでしょうか。あ、はい、こちらに関しては業界別の売上を見ていただいてご説明したいなと思います。まず、大きく2点ございまして、証券業界の売上の、構成比率がものすごい上がっている点、もう1点がe コマースの売上も伸長している点、この2点になります。証券に関しましては、このコロナの影響で 株価が乱高下していたというのもございまして、新規のユーザーさん、新規の登録者さんというのが非常に増えていて、当社の業績を後押ししております。もう1点が e コマースの業界に関しましては、コロナの影響により在宅時間が伸びております。その結果として皆さん来店して物を買う、実際にお店に行って物を買うよりもウェブを使って物を買うというのが非常に増えていて、それで EC 業界が非常に伸びている、そんな状況にございます。じゃあ金融と EC が今すごく強くて、この状況引き続き、はい、続きそうですか。はい、こちらに関しては、昨年の夏ぐらいを、頂点にして若干揺り戻りが起きているんですけれども、このまま継続すると考えています。今後の成長戦略伺ってもいいですか。はい、成長戦略の基本方針としましては LTV マーケティングの進化というものをキーワードに進めていこうと思っております。具体的にはまず1つ目、応用可能なデータの技術基盤の確立。これまでも様々なデータの取得というのは行ってきましたが、これを技術基盤を確立することによって、さらにデータの量もそうですし、データの質というものを高めていきたいなと思っております。技術基盤というのはまだまだ これから精度が高まっていくということなんですか。はい、そうですね、当社の LTV マーケティングというものもまだまだ成長、まだまだ、伸びしろというのはあると考えておりまして、この精度を上げていきたいなと考えております、はい、2つ目ですが、データ技術を活用して新たな LTV 領域を拡大しようと考えております。こちらに関しては M&A もそうですし、他社さんが保有している技術を資本業務提携で取得することもそうですし、自社の開発というものを進めていきたいなと考えております。そして3つ目は、
そうですね。3つ目に関しては LTV マーケティングの一気通貫提供ということで、これまで新規のユーザーの獲得という領域と解約という部分でサービス展開を行っておりますが、認知の部分から解約、大会後ですね、その部分までのデータを一気通貫で取得できる体制を整えて、LTV 予測モデルというのをさらに強固にしていきたいなと考えてます。じゃあ今後の見通しについてちょっとお伺いしたいんですけれども。今進行している2020年4月期のガイダンスに関しては、売上高120億円、営業利益に関しては10億円を予想させていただいております。この数字ちょっとマーケットでは保守的なんじゃないかという意見があるんですけど、いかがでしょう？当社では強気の予想と弱気の予想で中立的な予想を3つ立てて、今回ガイダンスの基本を考えていたんですけれども、こちらに関しては中立的な数字として置かせてもらっています。では投資家はこれは中立的な立場だというふうに理解すればいいんですね。そうです。ここまでをね、お話伺って、まだまだこう成長がありそうなふうに伺ったんですけど、どのようにご覧になってますか？そうですね。まだまだ当社は発展途上なので、株価であったりとかというのに関してよりも事業展開を重視しながら、投資家に正しい情報を伝えていくという考えのもと、事業展開 IR っていうのは進めていきたいなと考えております。じゃあ計画的に売上であるとか利益が伸びてきて、それに伴っても株価が必然的についてくるだろうというスタンスということですかね。そうです。じゃあ投資家であれば引き続きこう IR をしっかりチェックしていれば御社をこう追いかけることができるということですかね。そうですね。なのでぜひマクビープラネットに注目いただければと思ってます。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。